今回ご紹介するのは元卓球選手の石川佳純さんです。石川佳純さんは山口県山口市出身。身長157センチ、体重49キロ、スリーサイズは非公開です。1993年2月23日生まれの30歳で独身です。インスタグラムなどで公開されるメイクした私服姿は、女優かと思ったというコメントが寄せられるほど、石川さんのルックスは抜群です。また、ミニスカート風のユニフォームから見える白い綺麗な肌とアスリートらしい引き締まった美脚は可愛いルックスをより引き立てます。さらに、プレー中におへそやスカートの中がちらっと見える姿にファンは釘付けです。胸は比較的コンパクトに見えますが、バストラインはとても綺麗で形の良さが想像できます。男性との噂はほとんど聞きませんが、年齢とともに艶っぽい色気が増しているという声もささやかれるようになりましたね。また、最近ではバストラインが強調される私服姿やストレッチシーンが公開されると、大きくなったと言われ、Dカップくらいに成長したのではとささやかれるようになりました。純粋無垢なイメージの石川さんですが、彼氏との営みはうまく快感を楽しんでいると噂されることもあるようです。年齢を重ね、男の視線も意識するようなメイクで綺麗にもなり、成長した胸を見ると夜の営みもうまいのは信憑性があるかもしれませんね。石川佳純さんは7歳の誕生日に両親からユニフォームをプレゼントされたことをきっかけに本格的に卓球を始めました。お母さんが指導する山口ジュニアクラブで練習に励み、小学校6年生で出場した全日本卓球選手権で高校生と大学生に勝利し、3回戦まで進出したことで、愛ちゃん2世と話題になりました。しかし、愛ちゃんとは異なる左利きのシェイクハンドオールラウンド型のプレースタイルで、日本代表監督から、福原と同じく日本の宝と称されています。2011年の全日本卓球選手権大会の女子シングルで初優勝し、高校生での全日本女王はこの時点で4人しかいない快挙を果たしました。そしてロンドンオリンピックのシングル出場も決定し、日本勢史上最高の4位入賞、団体では卓球界初の銀メダルを獲得しました。2016年のリオデジャネイロオリンピックにも出場し、日本のエースとして団体戦では全勝し、銅メダル獲得に貢献しました。そして翌年の2017年には自己最高の世界ランク3位まで浮上しました。2021年に延期された東京オリンピックにもシングルと団体種目の日本代表に選ばれ、日本選手団の副主将も務めました。団体種目ではダブルスのみに出場し、最年長としてチームを引っ張り銀メダルを獲得しています。現役中からインスタグラムにメイクした姿や私服姿がアップされるたびに可愛いと多くの声が寄せられ、現役引退の会見には中国の記者が駆けつけるほど中国でも人気が高いようですね。現在の近況はインスタグラムでアップされていて、可愛い笑顔には癒されます。これからの石川佳純さんにも注目していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。